久保さん,なんか地獄 T シャツ着てたんで今回5億にしましょうか5億犯人あ罪人を監視しておく牢屋うん、うん、なるほどねまくぼさんもね一時期人生であのなんだ牢屋 何日か入った経験がありますけど僕は、まあ、あの刑務所ではなかったですけど、まあ、刑務所よりひど,かひどいかもしれないですね。わかんないですけど入ったことないんでうーんまあ10年間牢屋みたいなところにいましたからねうんまあ僕がね自慢して言えるのはまあ あの前の会社で僕以上に働く人は今後一生訪れないと。それはね、自信を持ってね、言えるし、まあ、確信を持てますね。だから僕辞めたんですけど、まあ、新しく入ってくる人材の中で僕以上働く人は多分出てこないですね。絶対に。それぐらい自信があります。絶対です。はい、うーん。 まあ今振り返るとな、本当にやったなっていうのが、もう自慢できますもん。声を大に。めちゃくちゃやったぞと。俺に勝てる奴はいないっていうことは、まあ、あの、世の中ね、日本全国の世の中の会社を見渡したらそれは無理なんだけども、その一つの会社ですよね。そこの会社でっていうところであるならば、多分今後出てこねえだろうなっていうところですね。僕以上働いた人は、働く人は。 まあ少なくても僕以上に働くっていうことは10年以上やってないとダメなんで。でもなおかつ泊まり込みガンガンやってないとダメなんで、多分まあ出てこないと思いますね。まあ普通にみんな帰るでしょ。ね。普通はえ部長が帰れないから、社長が帰れないから僕たち帰れないんですよっていう人たちが多いんで。<laughs> 普通はね。ね。あの、なんか、なんだな労働基準、労働基準みたいなのあるじゃないですか。訴えますよみたいなね。 労災すかなんか、労働,労働基準監督か,か分かんないですけど、ぶっちゃけ労働基準なんかないですからねブ。ブラックですよ、そんなのは。<laughs> まあ、訴えることはないですけどね。まあ、訴える人もいるんでしょうね。うまあ、やりましたね。まあ、でもね、 あのー、僕はすごく人生の中でやっぱそんだけやったんでうーんまあ遊んだなんかその合コン行ったりとかなんかなんだうんな,んかなんか遊び歩いたとかそういう思い出はね全くないですけどただそのなんだろうな、まあ、僕がねすごくねあのいまだねこれ十何年前の記憶ですよ。 も鮮明に覚えてるのがまあ何かのプロモーションでやっててそのバイトの女の子の女の子のバイトの子いたんですけどその女の子のバイトの子も私もやりますみたいなおみたいな頼むみたいな <laughs> でなんかやってたんですよみんなでガリガリやってたんですけどであの4時か5時ぐらいに腹減ったなっつって カップラーメン買いに行こうっつってカップラーメン買いに行ったんですけどで豚キムチ買ったんですよあじゃあ会社に豚キムチがあったのかなちょっとそこら辺は曖昧ですけどなんか朝4時5時ぐらいでそのバイトの女の子と、まあ、僕とスタッフ男数名でなんかベランダでね、まあ、ちょっとあの日が上がり始めてましたね日が上がり始めてて みんなでああ、もうちょっと徹夜だねやけ、あよみたいなね <laughs>。で、その、豚キムチです朝、朝,朝。朝4時、5時に豚キムチこう食ってんすよ。染みるほどうまいんですよね。で、その、バイトのね、女の子が、まあ、その時部長だったんですけど、いや、部長、うめっすなよ、豚キムチ、みたいな <laughs>。いや、あのセリフはね、ちょっとね、次は覚えてるんですけど、こいつは男だな、みたいな <laughs>。部長は豚キムチうまいっすなみたいな。なんか、 朝5時か4時にこうすすって食ってたんですけどあ,あれはねなんかねすごくしかもなんか日が昇ってくるんですよねなんかねあれ忘れないですねうん,なんかあれはなんか印象深かったですね女の子が朝4時5時に豚キムチ食って「うまいっすね」みたいなガツガツ食ってたんで <laughs> いやいい思い出ですよいいい思い出なのか分かんないですけど、うん、まあいやそんなねなんかめちゃめちゃやったっていうやっぱ過去が僕はあるのでまあそれがあるからやっぱ今ね独立してまあいろいろありましたけど乗り越えられたのかなっていうのは、うん、その過去もしあんガリガリやってなかったら多分乗り越えられてないので多分本当ん乗り越えられてないと思いますねうん待って独立してからもいろいろありましたからね もそもそも独立するスタートラインを借金2,000万でその鹿児島のその家賃の初期費用もなかったんですよ払えなかったんですよ <laughs> 鹿児島行くぞって契約したけどその初期費用20万もなかったですからね貯金まあ借金2,000万ですよ貯金ないですよそんなのは <laughs> それもなんかその誕生日記念キャンペーン売って作ったお金、まあ、すぐ作ってそれで金ないから。 でそれで払ってなんとか入れてっていうそっからスタートだったんですけどまあ今思うとなんかよくやったなっていうだって20万もないんですよ20万もなくよく鹿児島行ったなみたいないやなんかだよまあ勢いなんでしょうね久保さんできますか、まあ、いやあの20万もないのに鹿児島1人で行くみたいなね <laughs> まあ、な何かあったんでしょうね多分なんか火についたんでしょうねやめるときにん,なんかい,いろいろ燃えてたと思いますねあの時は燃えてなかったらちょっと飛び込めないですねあれは今思うとなんかゾッとしますねよくやったらみたいな <laughs> うん今日も始まりますね ese sí.